こんにちは、かくすけです。三平分続きやっていきます。3日目になりましたね。よし。いや、ストーリー進めたりさ。すごい。これ収穫の時ですね、きっと。あと2日で収穫なの？まだなのね。水をやろう。やれてるか、大きくなってくると分かりづらくなるね、地面の色が。どうしよっかな。スキルポイントも持ってて。いや、どうしよう。昨日は牧場周りのこと全然できなかったんだよ。よいしょ。もう人のところに行くか、牧場のことをするか。どうした？こんにちは。農場への道を歩いてくる人影が見える。誰だろう？またあの商人のお姉さんだ。また始まったよ。ちょっと、やあやあ、かくすけ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。実はあんたにちょっとしたものを渡そうと思って立ち寄ったんだ。本当？何をくれるの？この間、あんたと私の間に誤解があったのかもしれないね。確かに私は商売に熱心すぎるところがあるかもしれないけど、気にしないで。あなたが売ってくれた道具が必要だったんだ。ちょっと私は熱心になることがあると言っただけで、悪い商売をしてるとは言ってないよ。なるほど、十分フェアだね。私たちの間にあるわだかまりを取り除こうじゃないか。この基本家具テーブルをプレゼントしようじゃないか。クラフトテーブルと同じで、家具を作るために特別に設計されたものなんだ。おお、すごいな。ありがとう、ワン。礼には及ばないよ。この基本家具テーブルも使ってくれる人のところに行った方が嬉しいだろうさ。ただこのテーブルで家具を作ると、雑貨屋で買うより少し高くつくことは覚えておいてくれ。そうなの？でもそれは便利さの代償ってやつさね。この小さなプレゼントは私たちの美しい友情の始まりだと思っておくれ。いいね。多分、そうだね。よくわかったよ。なんで？こっちの方が高くつくの？自分で作った方が安く済みそうなものだけどね。装飾品の意味ってあるのかな？見た目だけなのかな？オッケー。いや、どうしよっかな、今日。いや、今日は農場の仕事をするぞ。小麦はまあとりあえずいいとして、鎌でここら辺を買っていって、ご挨拶も行きたいんだけどねー。忙しいよー。シルク？ すーごいいいものがついていたな。蜘蛛の巣にしか見えなかったけど。よし。またシルクだー。この可愛らしいスズランみたいなのは取らない方がいい。取れないね。よし、まずは雑草かな。拾う。キノコゲット。キノコか。キノコ取る食べるのはまずそうだな。探検も農業も上がって、探検、まあ基本的にこれをあげていこう。5ポイント消費する必要があるんだな。じゃあこれ3まで上げる必要なかったかもね。ダッシュは欲しいから、別に取って損はないというか、後悔はないけど。そうだよ、採掘レベル上げないといけないんだよね。この大きいのは多分切れないんだよね。
ね、そうよね。採掘レベル上げなきゃ。よしよし、ナイス。お、リンゴがあるな、下の方に。ゲット。リンゴ取って鎌で行って、よし、今日はひたすら農業をするぞ。農業っていうか整備作業をするぞ。またシルクがあったな。釣り早くしたいな。ちょうど鳩場に次メインストーリーで行くから釣りの話になるんだろうね。でもな、やりたいことが多すぎるね。チケットが大量だよ。何に使うんだろう、このチケット。よし。近づかないとちょっと後ろが見えないね。よし、農業レベルアップ。あ、でもそうだな、今日はひたすら作業するって言ったけど、簡単そうなクエストがあったらやった方がいいのかもね。これかな。ここら辺の蜂蜜とか欲しいからこっちをやろう。うん、ちょっとクエスト確認に行こう。あ、こんにちは。カーラさん、こんにちは。あなたが新しいご近所さん。お知り合いになれて嬉しいです。私はポットの母、カーラです。こんにちは、カーラ。いい名前ですね。あの古い農場に世話をしてくれる人が来てくれてよかったわ。昔はとても美しかったのにね。また美しいところにしてみせますよ。こんにちは。ついつい話しかけちゃうな。ルシアさんだ。全然名前違った。特別な時期なんだ。他に予定があってもゆっくり楽しんでみてよ。へえ。キャサリンさん。あなたの名前は隠すけでしょ。そう、初めまして。私はキャサリン。ここで園芸店をやってるわ。あ、それはお世話になりそうだ。ちょっと待って、どうして私の名前を知ってるの？知らないんですか？意外とわからないものですね。私、魔女なんです。新しい農家さんの名前を占うのは難しくなかったわよ。名前を占うんだ。占うことができるんだね。賢者の老人。私が何を学んだかわかるか小僧。早起きは三文の徳、レモネードにするとかそんな感じかな。へへへ。よくわからないタイプの賢人さんだ。ああいう人ほどすごいんだよね、きっとね。本当にすごい人っていうのはああいう人だから、きっと。25個の丸太。あ、ウォンハルト行けそうだね。病院はあなたの助けを必要としています。あ、もうそこにいるな、ウォンハルトさん。お時間のある方、物資の調達に手を貸してください。病院では下舌圧死がほとんどなくなってしまいました。もし誰かが25本の丸太を届けてくれるなら、もう切らすことはないでしょう。受け取ります。ウォンハルトさん、お医者さん。ファイヤークリスタルはザムリー。ああ。丸太ね。オッケー。じゃあ今日は丸太、木を倒しまくる日だな。もともとの私の目的にも合致しているね。よし。切りまくるぞ。だいたい板にしちゃってくれ、しちゃってるんだけど。よいしょ。
回は丸太そのものが欲しいという依頼ですね。よいしょ。あ、そういえばこれ見てないや。チェスト、あ、冷蔵庫、トーチ。あ、こういうのは別にいいかな。でも食べ物で永続効果があるゲームなんだから、家具によってもそういう何かしらの意味があるかもしれないね、ひょっとしたら。この春のトークンっていうのは何に、春専用の何かなんだろうね、トークン。お、探検レベル5だ、やったー。よいしょ、オーブだね。よし、探検の、販売価格アップ、ブルーローズの種をもらえるんだな。販売価格でいっかな。あ、違った、探検でした。探検は木のやつ。あ、追加アイテム採集もいいよね。クエストか。いや、一回木を切るぞ。丸太25、もういけるな。よしよし、オッケー。じゃあ届けに行こうか。マナが増えたのはありがたいね、ダッシュができるから。モーンハルトさんの場所はさっきもう把握したからな。あ、スズメちゃんが調べられたね。病院です、こんにちは。マルタ、あれ、あ、いたいたいた、こんにちは。これが私が必要としていた丸太ですか。これだけ、これさえあればもう病院から絶圧死がなくなることはないでしょう。で、ちょっと木材の量を多く言い過ぎたかな。あ、持ってきてくれてありがとう。といたしまして、して、はじめまして。探検 EXP、 うん、経験値が欲しいです。やあ、ご近所さん。私は医師のオンハルトです。元気そうに見えるけど、体調が悪い時は来てくださいね。おう、ありがとうございます。私は隠すけ、よろしくお願いします。先生と呼びたくないならオンハルトと呼んでくれても構いませんよ。でも、本当はどっちでもいいんですけどね。ふんふんふん。気さくな方だ。話しやすそうな。不運な冒険者。ドラゴンズミートへの上り坂で転んだだけで、こんなにひどい。怪我はしてないよ。そんなにひどい怪我はしてないよ。そっかそっか。じゃあよかったよ。リンダさん。ああ。すみません。お医者さんに会いに来たんですか？ふわわ。そのままどうぞ。寝てますよ、この人。そんな激務じゃなさそうだったな。入り口が2つあった。こんにちは。シエラさん。こんにちは。どこかで見たことがあるような。私の名前はシエラです。こんにちは、シエラ。私の名前はカクスケです。了解です。よろしくお願いします。でも、できれば私たちのベッドの上じゃなくて、またね。ベッドの上じゃなくて、ん？どういうことだ？こういう仕事場にいきなり来られると困るよっていう話かな？お？まあ、ここは何でもないか。ね、園芸ショップやってるって言ってたな、誰かが。あ、こんにちは。エメットさん。ここでは何売ってるんですか？チョコベリーの種。まずは小麦でいっかな。あ、りんちゃん。やっほー。こんにちは、また会ったね。見覚えのある顔を見るとホッとするよ。特に電車であんなことがあった後だとね。ここで何してるの？
鍛冶屋だよ。いや、見習い鍛冶屋かな。ソロンさんが教えてくれるんだけど、まだ修行を始めたばかりなの。いつか彼のような腕前になりたいものだな。君もいつかマスターになれると思うよ。ありがとう。褒められるといつもびっくりしちゃうの。あなたもとても素敵だよ。ありがとう。出身どこだったっけ？私は東部の小さな村から来たから、このような大都会で生活するのはまだ勉強中なんです。いろいろと大変だ。これが大都市だと思ってるなら、あなたは本当に田舎者だぞ。私もまだ慣れている途中だよ。君もすぐになれるよ。ね、なんか上からだな。ありがとう。今は毎日ゆっくりとサンヘブンの新しい場所を探検してるんだ。リンゴあげる。え、一個だけ？あ、よしよしよし。プレゼント。あ、リンゴ？東部地方の故郷ではよく食べてたな。懐かしい。ありがとう、カクスケ。とんでもない。わざわざリンゴって言ってるってことは好きなものだったのかな。あ、そうかそうか。好感度。うんうん。プレゼン、あ、結構上がってるね。ラシアさん、アンさん。うんうん、結構いろんな人に会ったね。仲良くなったらこういうものがもらえるのかな。あれ、私小麦の種を買おうとして忘れたな。まあ、いっか。よいしょ。あれ？なんか、待っている人がいたな。名前なんだったっけ？よいしょ。すぐ、あ、はい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 。どうした？どうした？ナサニエルさん。こんにちは、カクスケ。あなたはいつも完璧のタイミングを待ってるですようですね。ピントが不器用なおかげで、あなたに仕事が回ってきたよ。ピントは何をしたの？ピントは夜間に兵舎を温めるための石炭を集めに行かされたのだが、帰りにカゴごと川に落としてしまった。おそらく蜂絡みだろう。恥ずかしそうにしてたから、特に質問はしなかったが。蜂が苦手なんだね、ピントは。何が必要なの？炭を取るために石炭が10個必要なんだ。できるかな？すぐに取り掛かるよ。素晴らしい。君はサンヘイブンの信用に足る人物だ。石炭は持ってきてくれてもいいよ。え、これいつまでっていうのあるかな？ないと助かるんだけど。クエスト。あ、うん、いつまでっていうのはなさそうだ。よかった。こういうところでいきなりお願いされたやつはあんまりないんだろうね。8時だ。リンゴとオレンジとブルーベリー、マナーアップだ。やった。とりあえず食べまくる。まずはね。よいしょ。うん。まあ、でも同じの食べてばっかりだと、その上がる効果が減るっぽいよね。減るって言ってたよね。わあ、いろいろ落ちてる。はあ。サンドだら。わあ、動物の森だったらこれ金作のやつだな。お話ししたいですが、ちょっと時間的に余裕がないので帰りましょう。未使用のスキルポイントを持ってます。探検の、うん、鋭利な斧か。うん、追加でアイテムを落とすようになるやつを取ろう。まんべんなく取っていった方がいいかもしれないね。一回取ってさえすれば、取ってさえいれば、次のランクのやつも取れるっていう感じな気がするから、
同じのばっか取る必要はなさそうな気がするね。配送、お、配送、マナじゃん、やった。よし。そう、石炭1個持ってるんだ。いつの間に、ここら辺の石を壊した時に出たのかな。とかは、うん、売るようだね、きっと。これ、うん、シルクでもクラフトに使うのかな。博物館に置くといいだろう。うん、こんなもんかな。10時10分。どのくらいするべきなのかっていうのがまだわかんないね。よいしょ。お、ナイス。探検レベルアップ。探検上がりまくるね。おお、よしよしよし。移動速度アップはこれは取りたい。どんどん。やった、これ大事だよ。結構移動に時間かけてるもんね、普段から。あ、11時。お、この木を倒すところまでやらせて。よしよし、寝るぞ寝るぞ。あー、すごい移動がいろいろ早くなってきたな。随分マナーも上がって。よーし、寝ます。おやすみ。今日は初の売り上げがあるはず。うん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 。これはなんかもらえるっていうやつを手に入れたからかな、スキルで。アサリ、サンドダラ。やったー。お金手に入れたし、なんか次買いましょうかね、そろそろね。では今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。